はい。皆さん、一週間ぶりのご無沙汰でした。お元気でしたでしょうか。えー、だんだんね、えー、季節も冬に移り変わってきて、えー、日本も少し寒くなってきたりもしてるんでしょうか。ちょっとなんか20度前後の日も、えー、あるなどと、なかなか不安定な日が続いてるとお聞きしています。えー、私が住むドイツは、もう、ね、1桁台の気温になってしまって、完全に冬,冬に突入してしまいました。えー、まあ、いろいろとね、えー、と、サッカーシーズンも、日本に関しては最終盤を迎えてますけども、えー えっと十一月いろんなことがありました。なので今日は福田正弘さんをゲストにいろいろお話ししていただきたいと思います。えー、福田さん本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、安田さんも、えー、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、福さん今ちょうどえっ、ー、と U17 ワールドカップ、えー、日本対スペイン戦ですかね、えー、ラウンド16開始したみたいですね。<laughs> ちょっと僕も見れてないんですけど。なるほど。 えー、福さんも特にはカバーされてないですかいやもうちょっと見てないな、それはな。ええー。一応決勝進して。うん、ここ、はい、はちょっと知ってるけど。えー、えー。で、初戦がスペインと、まあ、なかなかの強豪なので、ここ勝ち上がれるかどうかで重要な試合で、うん、皆さんもね、もしかしたら、えー、追いかけながら見てるなんてね、方もチャットで、えー、書かれていらっしゃる方もいると思うので、ご自由にねあの、サッカー見ながらこちらも聞いていただけたりするとありがたいです。えっ、ー、と、まず、アズさん、いろいろ状況整理したいんですけど、今、国際 AMIQX、はい、で。 はい、えと日本代表が今、ワールドカップ予選戦ってるんですよね。はい、うんでえー、先日、日本でえ開催されたミ、えー、ャンマー代表戦は大勝して、えー、まず初戦。うん スタート切ったと。で、この後、えっ、ー、と、シリアと、明日やるんですけど、えー、シリア国内情勢不安定なため、ホ、えームセができず、えー、中立地のサウジアラビアで開催ということなんですけど、福さん、これ、あの、えー、テレビ放映ないんですって、日本で。結局、されない,いな。ないのか分かんないけど、えー、まだ決まってないって話を聞いてるけど、ね、も明日なんで、ね、そう、だから見られない。2>, な2点、3点、いろいろ実はしてるんだけど、うん。 開催時間を本当は夜中の日本の2時とか3時だったのをちょっと時間を早めて、ええはい、選手たちにはきついけど暑い時間にやるってことになって、はいはいで、放送しやすいような条件を作って、そこでなんかやっぱりやってもらうって話になったんじゃないかな。ええうん、で俺は一時決まったって聞いたんだけど、うん、もうも時間を繰り上げたことによってシリアの方が、まあ、うん、シリアのサッカー協会がその権利を持ってるらしくて。あ でそこがまたなんかこう、ふっかけてきてるみたいな話で、金額 <laughs> <laughs> がまた上がったみたいな話になって、<laughs> えー、で、なんか決まりかけてたのがまた決まってないみたいな、なんか<ー>そんなような話なんだよね、うん、まあ、本当のとこはよくわからないけど、はい、なかなかこう,うん、なかなかどうしても、どの、どのスポーツのイベントもそうだけど、うん、放送権量が上がってしまって、うんえー、なかなかこうやっていくのが難しくなってるのは現状としてあるのと、はい、やっぱり代表戦は、うん お金を払わないで全員が見れるような放送で放送したいって思惑があるから、サッカー協会に。えー、やっぱりコアな人ではなくて、やっぱりライトの人たちにも見てもらいたいっていうのが、やっぱり一つ大きな狙いであるんで、これ女子のワールドカップの時もそうだったんだけど、うん、できる限りそういうところでやってもらいたいっていうこともあって、えー、なかなか話がうまくまとまらないっていう状況なんじゃないかな。まとまらないっていうか、うん、もう明日の夜だから、えー、24時間後ぐらいになっちゃうのかなぐらいになっちゃうから、<laughs> 無理そうな、ね。確かうなのかちょっとわかんないけど、まあ、どうするのかね、よくわかんないけど。ああうん、ダメだ。ね見られるのはちょっと残念ですね。やっぱり日本のね、ワンからしたら、ね。いやどうなんだろう。女子のワールドカップの時ももう全然ダメだって話になって、ああフィグアチャンネルみたいなのがあるんだよな。唯一それでは見れますって話なんで、はい、無料で。ああ、そうでしたね。なんかそういうのは、ね。多分このワールドカップももしかするとそういうので、もしかしてああ、でもフィグアじゃないか。AFC か、えー。そうですね。ちょっとよくわからないけど、はい。まあ、何らかの形で、 あの、見れるようにはするんだとは思うけどさ、まあ、ほ今までのドタパタなんじゃないかな、今も。 相当ご苦労されてんじゃないかな、うん、その関係者の方は。なるほど。もしかしたらね、当日にネット配信かなんかでね、もしかしたら遅されるかもっていう希望をね、皆さん持ちながらじゃあ待つしかないのかもしれません。んまあ、いろいろね、打像の話もいろいろ出てきていて、今サッカー業界大変な思いしてることもお聞きしてるんですけどね、アッン、あのー、いろいろね、えっ、ー、と、打像の問題とかもなんか SNS であったけどだ、大会しにくいみたいな。<laughs> いああ、ありましたね。 <laughs> なんかいろいろあるみたいね。まあでもいずれにしてもね、J リーグとしては、えー、ね、ダゾンさん頑張ってもらわないとね、えー、テレビ放映権のモデルるんで大変なことになってるんじゃないかと思いますが、<laughs> えーと、それから、えー、J リーグの方に話を移すと、えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、残り2試合になって、えー、福さん、浦、え、和、ー、レッズついにですね、ビッセル神戸に敗戦してしまったことで、えー、ビッセルと勝ち点8差ついたまま残り2試合になってしまったので、正式証明、リーグ優勝の可能性なくなりました。福田さん 何を今されてんだよ。<laughs> もう、いすからね。よく、よく、残り 2, 2節まで優勝争いに絡んでたと思うよ。あはいはい、もっと早く、やっぱり今、スケジュールの問題もいろいろあってさ、えー、飛び飛びでこう A マッチがあったりとか、まあはい、ルバンカップがあったりとかでものすごいこう終盤にかけて大切な時期に飛び飛びのゲームなんだよね。はいえー、その中で、本当にもしかしたら残り2か月ぐらいでもう優勝がなくなってしまうって可能性もあった中で、うんうん もう最後のここの中断期間の前までね、やっぱ優勝っていうことが、はい、可能性を残しながら戦えたっていうのは、うん、やっぱり俺は良かったかなっていう思うね。逆に言うと、まあ上位のチームがやっぱ勝ち星を落としてたこともあるけど、はい、まあ、それにどうにかこう食らいつきながらね、最後まで良く残ったなっていう感じはするけどね。うんえー、もう実際、神戸戦はどんな印象でしたあの、福田さんから見て。う どううなんだろうど,、まあ、どっちが勝ってもおかしくない、うん、ないと思うけど、えー、まあ神戸もやっぱりしっかりと守備のところハードワークしてくるし、はい、やっぱり隙のないチームだから勝敗、うん、分けたところはわずかなところだと思うけど、えー、そのわずかなところの差がやっぱちょっと出たかなっていうことと裏に関して言うと、うん、やっぱりここに来てやっぱりメンバーがなかなか揃わないっていう現状もあるんで、ねはい、そこの部分が少し響いたかなってまあ最終ラインのところも含めてショルツが右やらなきゃいけなかったりとか。うんえー ういうところまあ左サイドも含めてだけど、右サイド、左サイドも、一番チームがここ、今シーズン、やっぱりすごく安定してきたのはディフェンスラインだとは思うんだよね。はい。このところやっぱりちょっとうまくいかなかった。まあ、あと、まあ、伊藤博樹が、とりあ出かしちゃったりしてやっぱり。あ、坂井博樹ね。坂井博樹。坂井じゃなくて、伊藤。ね 伊藤敦木もね、えー、試合中に、まあ、だから、そこのところも含めて、後ろの6人、まあ、キーパー入れて、西川入れて7人のところが、やっぱり安定感というのをも,もたらしてたけど、はい、ここに来てなかなか思うようにいかなかったっていうのは、えー、まあ、特に、神戸戦に関して言うと、やっぱそういうところが少し出たのかなっていう感じがするし、えー、まあ、神戸はそんな簡単なチームじゃないから、当然、人争いしてトップを走ってるチームだし、はいうん、メンバーもほぼほぼ固定してるんだよ。えー 意外と美月がちょっと大きな怪我してしまって、そこで一時うまくいかない時期があったけど、大木、はい、原が入ってきたりとか、うん、まあそこのところで少しうまくいって、はい、あとちょっと残念なことに、ゆる木を外してからチームは良くなったっていう話もあるんですよ。なる,なるほど、なるほど。まあ、ゆる木が途中で良くない時に、やっぱり、まあ裏で見てた人はわかるけど、ああいう感じなんで。えー やっぱり、なかなかちょっと、こう、勝ったり負けたりっていう、そういう戦うみたいなところが、ちょっと、こう、見えないところもあるだろうから、うん、まあ、何があったかちょっとわからないけど、そこを思いっきり、こう、外して、うん、だからまあ、そこでチームがちょっと好転してきたところもあるから、えー、今、チームとしては非常にいい状態なんでね、神戸がね。うん、まあ、難しいゲームになったし、うん、まあ、あの結果は致し方ないところもあるかなっていう、えー、まあ、最後のところはいろいろオフサイドとか何とかって話もあるけど、石、はい、川の判断としては、やっぱ、勝たないと優勝ってことを考えれば、 うん、あれを3位以内という考え方を持つんであれば勝ち点1で良かったかもしれないけど、えー、まあ優勝っていうことを考え、まあ、優勝っつってもあれ引き分けたか,引き分けたからってまあ勝てばまだ話ですか、うん、まあ,あのまま終わっててもなんか厳しかったんだろうからさ、えー、まあそういう意味じゃリスクをかけたっていうことは一つまあ致し方ないかなと思うけどリスクのかけ方とそ,のそれに対する備えっていう部分に関して言うとちょっと後ろの備えが、はい、まあそこはマンツーマンで良かったのかなっもっと人見るべきだとは思うんだけどさ うん、その辺のころの甘さがちょっと出たかなっていう感じはするけど、<え>まあそうやったって、ああいう形で点を取られることってまあまあないんだけどさ、<laughs> まあよく神戸点取ったなっていう感じはするけどさ、そうですね。すねあまあ最後力尽きた、まああれでこう優勝がなくなった、まあ、まあ現実的に俺言えばもうかなり前に勝ち点8 <laughs> 離れてる時にまあ上2つか3つぐらいあってさ、それは難しいなと思ってたけど、ね、まあ明らかに数字上もなくなったっていう意味では、はっきりしたまま負け方で、まあ、 割り切ってやれるからいいのかなっていう感じはするけどね。うん,うん。まあ、その前に浦和 ACL、えー、アウェイの後半戦でも逆転負け、決してしまって、それからその3日前には、えー、国立競技場でアジスパフ福岡に、ルバンカップ決勝で敗れてと。まあ、この1約1週間の間に重要な3試合が立て続けにあって、でしかもそれがすべて敗戦,に、うん、敗戦になってしまったと。非常に残念な結果に終わってしまって、ラーレツのサポーターからすると、非常にショッキングな1週間だったのかなっていう感じ。 なんですよねこその逆もあるし、その今みたいな結果も当然あるんだとは思うんだよね。えー、ただ、ルヴァンカップに関して言うと3対0で負けないでよかったと思った方がいいじゃないの。かなりスタートよくなかったし。山岸が PK 外してくれたから、お前に流れ変わったけど、えー、あ,ーあれも PK 入れるたね3対0ぐらいで終わってるよりはさ、最後まで持つれたんでよくやったなっていうのは思うしさ。HL に関して言うと、もういつも言うけど、 やっぱり、遠目の敵はやっぱ韓国だからさ、はい、そこのところはやっぱりそんな簡単じゃないよ。はい、やっぱり、ずっとそれは向こうも意識してるし、はい、そんな簡単ではないし、えー、いつも言うけど、裏が優勝するときだって、韓国のチームに相当苦戦しながら、はい、接戦勝ち抜いて、オ<ー>シールの決勝まで行ってるんだから、うんそ,うね、それはもう明らかにそうなんで、ね、それはもうどっちに転んでもおかしくないのはゲームだとは思うけど、うん、そういう意味では。 ちょっと流れは良くなかった。まあ、あと、怪我人向いたのとメンバーが揃わない。先月、これに出たときに、ちょうど責任があの内側やって、ちょっと時間かかるかもしれないねって話したけど、はいうん、やっぱりちょっと戻ってこれないよね。ね はい、そうですね、うんうん。もしかすると、伊藤なんかももしかするとちょっと膝やってるような感じに俺には映ってるんで、えー、ちょっとあんまり重症にならなきゃいいなっていうのは思ってるけど、うん、ちょっと今の状況分からないけど、えー、そうですね。うん、ちょっと膝なんでね、やっぱりちょっとなかなか難しい。はい、そういう意味では、うん、より、まあ、関根とかが、 よければ、何の問題も多分なかったのかもしれないけど、うん、夏の補強っていうところがどうしてもクローズアップされてしまうような展開になってしまったなって気はするな。うん、そこのところはどうしても手薄で、うん、まあ、カンテのところは非常にうまくハマってるし、彼は非常に機能してるし、フィジカル的にもヒットしてる気し、相手にとってはものすごく脅威になってる選手で、うん、彼がハマってただけに、 やっぱり両サイドっていうところの層の薄さっていうのが少し目についてしまった、うん、で終盤に関して言うと、そこで5人交代できるんで、はい、そこでやっぱパワーアップしていけるかいけないかって、非常にやっぱり今のサッカーで重要でさ、えー、そこにどうやって駒を残しておくかっていう部分は非常に重要で、うんまあ、そういう意味ではルヴァンカップの決勝なんかは後半に勝負かけたのかなっていう夫人だと俺は思うんだよね。はい、そういうことのできる監督さんだから、スコルジャーさんって。うん ええ、あなかなか賢いなって思いながら見てたんだけど、うん、ただ、いかんせんやっぱりそこの部分で駒が足りない、はい、だからそこの部分に関しては夏の補強っていうところが、やっぱちょっと悔やまれるなっていう気は、どうしてもするかなって気はするんだよん。そこがちょっと苦しい台所事情になってしまった一つの要因かもしれませんね、この後半戦に入ってきてね。 特に攻撃でね、あの、ずっとこれはもう今シーズンずっとやってきましたが、なかなか得点力不足、不足と言われて、えー、それが福さんのおっしゃる通り、補正鑑定がね、しっかりフィットしてくれたことで、解消できるかなと思ったところの、まあ、いわゆるそこにつなげるまでのチャンスメイクですよね、福さんね。<laughs> 一番難しくなったのは。まあまあまあ、そうね。まあ、守備のところっていうことと、まあ、酒井宏樹が元気であれば、あそこでちょっと違いを出したりっていうこともあったのかもしれないけど、えーえー、まあ、サイド攻撃っていうのは <laughs> 一1つ大きなポイントだと思うけど、うん、そこの部分でやっぱり、うん、ちょっと迫力がなかったかなっていう、うん、もうちょっと違う補強ができてたらよかったのになっていう、本当に優勝を目指す意味で補強をしたのかな、取りたい選手が取れなくてああいう感じになったのか、えー、果たして怪我のところの部分を含めて、阿部なんてどうなってるのか、俺は知らねえけどさ、うん、どういう意味で、どういう狙いで取ったのか、ちょっと俺には分からないなっていう。うん チームもどこまで準備したのか、えー、取った人たちが一人ではないと思うし、いろいろ話をして、まあ本当にいろいろ考えて取ったんだと思うけど、はい、本当に自分のお金で買っだったら買ってたかっていうところを考えてもらいたいなって気がするんだよな。<laughs> そのえー、っとクラブのお金、ね。自分が本当にあれを痛めるんだ、そこまで考えて買ったのか、えー、か買ったって言い方してるね、取ったって言い方してるようにした方がいいかもしれないけど。えー 自分のお金が本当にどのぐらいだあっちってんだか知らないけどさ、自分のお金だったら本当に選手を取ってた、そのぐらいの決断で取ったのか、それでもダメだったんであれば、うん、まあ、まだわかるけどさ、うん、なんかちょっとそこのところは、ちょっと残念だなっていう感じはするけどな。えっと,えー、っと、そしてあの、坂井宏樹が、えー、っと、手術をして、えー、っと、今季、えー プレイできなくなったわけですが、えっ、ー、とほん、2月の段階ですでに怪我をしていたと。で、それでも怪我をしてずっと出場し続けていたということで、福さん、あの、やっぱ明らかに、その、ベストパフォーマンスではないっていうのは見え隠れしてましたもんね。もう去年のワールドカップの時からもうずっとそれを言われて,てて、コンディションがずっと良くないっていうのは、俺はちょっと、ある人から聞いてたんだけど、 だ、えー、まあ騙し流しずっとやってるって話は聞いてたけど、うん、まあこれで手術をして、よくなればいいよな、年齢的なこともあるしさ、えー、果たしてこうどうなっていくのかわからないけど、うんあの、いつも言うけど、チームの補強ってすごく難しくてさ、去年これだけやったから、来年も同じぐらいやってくれる、もしくはもうちょっとやってくれるって思うかもしれないけど、うん、そんなことは決してないからさ、この世界はね。うん はい。逆もあるよね。今シーズン良くなかったけど、来シーズンすごいいいってこともあるから。えー、それが、まあ、チームの難しさでもあり、楽しさでも実はあるんだけど、うん、サッカーのさ。はいうん、まそういう意味では、まあ、今言ったようにサッカー広木に関して言うと、やっぱパフォーマンスは明らかに良くなかった。えー、でも、騙しなまらしやってた。逆に言うと、そこにがい、うん、会がいなかった。はい。ということだよね。思い切って休ませることはできなかった。うん、そうですね。うん、だって、ワールドカップはないんだしさ、代表も外れてるわけだから、うん はい、思い切って休ませることは可能だったと思うんだよね。えー、休ませるというか、あれ自身が決断することはできたと思うんだよね。えーうん、だけど、それがなかなかできなかった。まあ、ごまかしながらもやれるっていう,うに思ったのかもしれないけど、うんはい、そのぐらいやっぱりちょっと買いが効かなかった。まあ、逆に言うと、うん、まあ、今のチームの中ではやっぱり彼が違いを出してただけに、うん、やっぱ今いないっていうことは非常に大きいし、彼がパフォーマンスが落ちてきたっていうことがチームの勢いを、 落としたっていうことも一つあるかもしれないけど、まあ、彼だけの問題ではなくて、チームのそこの準備の問題もあるかもしれないね、監督との関係性もあるし、内縮はなかなか分からないところもあるから、のところはねでも残念は残念だけど、しっかり治して、来シーズン。 いいいい状態で戻ってきてきもらいたいなって思うけどね、うんまあ、そういう形でベストメンバーを組めない中、えー、とこのスケジュール戦ってきて、えー、ここまで、まあ、ルヴァンカップ決勝で敗れてしまいましたが、えー、と ACL は、ね、5月に、えー、優勝してでリーグでも最終盤まで、えー、と優勝争いを一応したわけですけど副産的にここまでのスクロージャ監督のレッツについては、まあ、以前から、ね、あの評価されているような発言されていましたが改めていかがですか、現状では。まあ 非常にこう柔軟な戦い方するし、やっぱり90分間とかリーグ戦に関しては1年間ということを考えながら、戦える監督さんだなっていうのは、俺は思ってるんで、非常にこう勝つことには長けてる、非常に柔軟に物事を考えて、柔軟にやれる監督さんだなっていうのを思うから、非常に優秀な監督さんだと思う。まあ、俺が言うまでもないし、しっかり結果も残してるから、 はい、まあ常々言ってるけど浦和が優勝を目指すって言ってるのに、えー、優勝したことのない監督をバンバン連れてくるってことには関しては <laughs> 俺はちょっと疑問を持ってたから、えー、そういう意味ではどのリーグでもやっぱり優勝するサッカーってどのカテゴリーでも勝つこと難しいし、えー、シリとして勝たせることって実はすごく難しいし作業だから、えー、それをやっぱり何回も経験されてきてるってことはやっぱりそれなりのやっぱり何て言うのかな根拠というか。えー、あの 持ってるものっていうのはあると思うんで、そういうものをやっぱり見せてくれたなっていうシーズンだなっていうのは思うけど、うん、それだけにもう少しなんかサポートができたら、もっと違った形が得られたのかな、はいうん、今、澤崎が言ったように、A.C.L の優勝っていうのはこれ見事だと思うんだけど、これ2回以上ね、えー、ホームウェイでね、はい、予想はあの残念なことに、スコルチャーさんじゃないってこともあるし。 ワ、はい、ールドカップの決勝まで行ったけど、うん、決勝では負けてますと、優ビも結果的にどうなるかわからないけど、えー、優勝を目指してる中で優勝できませんでしたっていう見方もあるから、うんはい、そう考えると、そのもう少しっていう見方と、そのもう少しをどうやって埋めていくかっていう作業を日々努力していくのがスポーツってすごく大変で、うん、そのわずかと思われてる差が数字的には。はい ものすごい差だったりするわけだよね。うん,うん、そうですね。それを日々、まあ、節制しながら努力しながら埋めていくって作業しなきゃいけないのがスポーツの、まあ、楽しさでもあり難しさでもあるんだけどさ、そこには大きな差があるのかなと思うんだけど、はいうん、今、島崎が言ったように、今までは、あの試合勝っとけば、このプレーこうしとけば、あの判定がこうだったらっていうふうに言えるレベルまでは来たのかなって思うんだよ。なるほど今まではそこまでは来てないと。と いやあのゲームとかじゃなくて、いやー、もうだめだねっていう話になっちゃってると思うんだけど、はいはい、今シーズンはやっとそこまで来たと、うん、やっといろんな部分で、まあ、特にカップセルは別にしても、リーグ戦で優勝を狙えるところの安定した戦いっていうのができるようになってきたシーズンではあるのは間違いないんじゃないかな、はい、今までちょっとそんな感じではちょっとなかった、うん、やっぱちょっと力尽きて、まあ、中盤まで良いけど、ちょっとやっぱだめだよね。やっぱえー 足りないよねこれじゃあこのままじゃ厳しいよねっていう論調になると思うけど、うんはい、今年に関して言うとあ,あの試合がとかもったいないよねっていうようなこと本当はもったいないはないんだよそのもったいないをどうやって詰めていく作業か本当は難しいんだけど、うん、でも一般的に言うとそこう,いう論争までは来れたっていうこことかなまでは引き上げてくれたのはもう間違いなくスコルチャーさんだと思うし、うん、まあクラブが何もしてないわけじゃなくてしっかりとその補強の部分もしてきたとは思うけど それうまくいかない、行くいかないってことは多々あるにしても、うそ、ん、としては、そこまでは、まあ、ある程度はや,やってこれたのかな。スコルジャーさんそこまで引き上げてきたのかな。あとは、そこで勝ち切るためには何が必要なのかってことを今度は突き詰めていかないといけないから、えー、人なのか、なんなのか、いろんなことを考えながら、うん、やっぱり上積みをしていかなきゃいけない。うん。勝ち点差1とか、得失点差1の差って大きな差だから、えー これを詰める作業って本当に大変だと思うけど、うん、もっとこれからしていかなきゃいけないのかなとは思うけどね。そこまでは来たのかなと思う、まあ、今シーズン。はい。で、そんな中、えっ、ー、と、ルヴァンカップ決勝の翌日に、えっ、ー、と、新聞各紙がですね、 えー、来期のスクロージャ監督の挙手について報道しまして、えー、まあ、その、今期限り、えー、で、えー、裏を離,離れるのではないか、みたいな、まだ全く確定してない情報ですが、そういう報道が出されたんですね。まあ、クラブから何の発表も今ないので、えー、まだはっきりしていませんが、えー、これ、福田さんはこれ常々おっしゃってますが、えー、これだけね、しっかり、しっかりとしていうか、うん、とりあえずのね、えっ、ー、と、チームの構築の過程を見てこれた、このチームが継続されないとなると、 ょとょまた難しい問題に直面しそうですね、これ、もしそうなった場合は。うん、まあ、監督が変わるってことになると、やっぱり申し訳ないけど、選手も変わるんだよね、評価が変わるからさ、うん、そうなると、やっぱりちょっとなかなかまた混乱するっていうか、あの今シーズン最初に言ったけど、<あ>出遅れは神戸戦の翌日ね、すみません、神戸戦の翌日でした、<お>ルバンじゃなくてね、今シーズンも出遅れてんだよ、2試合、うん、はい試合。えーはい それ申し訳ないけど、違った結果になってたら、もしかしたら違ってるかもしれないよな。今の結果を。この2試合ね。うん、でよく言うんだけど、その2試合でも立ち直ったって言い方するよね。はい、でもリーグ戦ってもしかすると、そういうところが、の積み重ねが最終的な結果になってくるから、えー、やっぱり監督が変わったり、いろんなことあ,あれば、それは特に外国籍の監督であれば、はい、よりそこのところの、やっぱり文化とか、 そのメンタリティとかいろんな部分の違いがあって、うん、やっぱり結果残すのってちょっと時間かかったりする。スコルジャーさんは比較的早くそうとこ,こう、方向を変えたり、えー、いろんなことを柔軟にやれたから、比較的に修正が早かったけど、はいうん、なかなかそこで出遅れてしまうと、なかなかもう立ち直れなくなったりもするから、えー、変わるってことはそのリスクがあるってことだよね。ね変わることによって、ね、また違った良さっていうのも出せるよっていうこともあるんだけれども、えー、リーグの優勝ってことを考えたときには、 やっぱりちょっと出遅れてしまうのかなっていう、うん、誰になるまあ分かんないよ。スコルシアさんがやるのかやらないのか分かんないけど、はい、まあその報道からすると、神戸戦の後ってことになると、うん、もうはっきり言って、まあ、何度も言うけど、もう11月の中旬だよね。そうですね。来期の話で、当然してなきゃいけない話で、はい、東京とかのキャンプとかいろんなことが決,、ま、決めなきゃいけないんだよ。はい、この時期は。オファーはもう10月ぐらい出してて、うんえー、それがなかなか決まって、来期やりますって発表が、 来季、来季も続投ですっていうような発表してないってことは、それはいいニュースだよね。来季続投。うん、スコールジャーさんに対して。はいうん、外に向けてそれを発表するってことは、チームにとってもサポーターにとっても全てにおいて非常にいい状況。えーえー、残りこの2試合にとっても安心してやれる状況なんだから。これをまだ発表してないってことは、うん、残念なことにあまり その報道が、そういうふうに言われるような報道がなされるのは当然だと思う。うん、なるほど。決まってることだうん。いい情報なのに言わないっていうのは、明らかにそういう、うん、この世界ではそういうことだってことに。なるほど。ちょっと嫌な、嫌なですね。あの、残っていただきたいからね、宮な,なぜならば、それはいい情報なのに、早く出さない方がおかしいからだよね。まあ、まあ、見方として。決まってるから。ね、えー、え、う、え、ん。 それは基本的にはこの世界はそう,そうなんだよな。ええー。うん、そんな引っ張る必要性が全然ないから。ええー、このでまあ決まってるならね。ええー、そうですね。うん、<laughs> っていうふうに思うのは、だからそういう報道がなされるっていうのは当然のことだと思うよ。だから。はい、うんうんうんあ。そういう意味でね。そういう意味合いでは決まってるであれば、もうその前にも出してもいいんじゃないのかみたいなことですもんね。<laughs> うん。まあまあ、いい情報だからな。 <laughs> もうなんとも、なんとも、まだ決まってないんでね。あの皆さんね、まだ、あの、えー、もっと言うとね、チャットのやっぱり意見見見るあずさんはほとんどやっぱり続投して来期も引き取ってもらいたいっていう意見多いですよね、あずさんね。そうですね。まあやっぱり皆さん、スコールジャーさんの功績というか、うん、まあこれだけマネジメントの難しいスケジュールをこなして、うん、ここまで上位に持ってきてるということに対する評価っていうのは、 はい、総じて高いのかなという印象ですね。うん、そうですね。<laughs> 呃、なんと、ええー、まあ、まだ分かりませんから、皆さんね。<laughs> ちょっと、まあ、これはまた生還した形で、公式の発表あるまで一応待たなければならないと思います。えっ、ー、と、そんな中で、えっ、ー、と、ちらっと先ほど奥さんも話しましたが、えっ、ー、と、来期に向けても、いろいろとまた動き出さなきゃいけない時期に来てるんですけど、福田さんちらっとおっしゃいましたが、足りないポジション、えー、改めてもう一度、えー、このポジションはやっぱり補強しないと、えー、来期の 優勝争い、えー、タイトル争い難しいのではってところを今一度お話願いたいんですが、やっぱアタッカーに焦点絞られるんでしょうか、現状で言うと。まあ、天皇杯はないんだろう天皇杯も、まあはい、ないです。では ACL がどうなるかもわかんないな。ええー、ACL ああ、の<分>のスケジュールの問題もあるよな。はい、そうですねああ。スケジュールがそんなにタイトでないんであればさ、 はい、そこまで戦争っていうのは必要ではないかもしれないけど、うん、なるほどそれはどのポジションも、やっぱりセンターバックだって、俺は申し訳ないけど、あの外国籍の2人と岩波でやってるけど、はいえー、やっぱり俺はちょっと岩波では不足だと思うよ。うんうんうん、なるほどもうちょっとやっぱりその3人で回せるぐらいの、はい、やっぱりその、もっとなんていうのかな、堂々とというか、えー、こう威圧感のあるというか、はい そういう選手がやっぱ置いとけるんであればそっちの方がいいとは思うけど、うん、ずっとその2人が出続けるってことになると、えー、岩波みたい、岩波みたいなって言い方失礼だけど、そういう選手を置いとかなければいけないのかなと思うよね。難しいからね、で出れないのに、ずっと人が見なきゃいけないっていうことを考えると、そうなるから、今言ったように、だから島崎が、 言ってることは理解できるんだけど、はい、選手って人間だから、うん、そうですよ、ね、い,いい選手を置いとけばいいのかって話になるんだけど、<laughs> その選手が出れはその選手の名前でプレーするわけじゃないから、そ、はい、の選手がどういうモチベーションでやれるかって、すごく重要なことで、うん、チームのために何ができるかってことになると、はい、じゃあ、カンテのところのサポートってことになったら、えー、カンテがこのままだったらずっと出続けることは多分、たぶん普通であれば常識だよね。 うん。リーグ戦で優勝ってこと考えたら。はい。うん、そりゃターンオーバーで使ったり使いませんでしたなんてことはなかなかならない問題、うんうんはい、ね。普通は。本、う、当、ん、余裕はないから。はい。そうすると、その控えってことになると、それなりの選手でしかなくなっちゃうんだよな、えー。その、そうですね。獲得の、いわゆる可能性のある現実性のある。そうなんだ。だからそういうみたいに、カンテとか、いわゆるセンターバックの2人の控えっていうのは、 そこそこでなければ。まあ、岩波に対して失礼だけど、そこそこで、そういうところでもやれるような選手じゃないとダメだってことだよな。えー、逆に言うと、サイドのところに関して言うと、はい、絶対かっていうとそうじゃないから。現状の。そこに絶対的な選手を連れてきて、えー、そういう選手が機会に回るならいいよね。えー、それから今,、えー、今の選手みたいなんだってあれ,あれば、 今みたいなレベルの選手で若くて野心のある選手を両サイドにもうちょっと補強しなきゃいけないってことだ。 まあなんかいろいろ取り出されてて、<あ>なんかその、新潟あたりの若手選手を獲得するのではみたいな噂も流れていて。えー、とだから前、中大の人は、普通のったよ名前たよな。<laughs> はい、普通の名前だたよな。はい、の名ったよな。はい、普ったよな。はい、普通の名前遅いって、そんなのも <laughs> 夏,夏にそんなの動かないとさ、遅いよね、えー、正直なとこね。うん、まあそ、まあ、思うけど、 えー、<laughs> そういうことですよね。福雑だから、まあ補強するならば、こういうタイプの選手。こういう、えー、境遇にある選手、ね、だから、そうね、大久保とか、関根とか、えーその、そのレベルって言い方は失礼だけど、そこのレベルと同等のレベルの選手を置いとくのはいいんじゃないそれか、えー、もっと飛び抜けた選手を置けるなら置いといけばいいよ。まあ、もちろん、ね。控えの選手を少し、はいはい、まあ、ちょっと落ち、落ち、落ちるレベルでもいいかもしれないよ。えー。まあ、そういう、うん チームマネージメントってそういうことだから、はい、だからそこのところをどうするのか分からないけど、今更って話だけど、うん、俺に言わせると、今更、<laughs> 夏じゃないのっていう感じはしちゃうけどさ、<laughs> 動いたのかもしれないけどさ、まあえーうん、そうですね、うん、夏の方が確かにすごくマッチしていた可能性ありますね、このインパクトできるようでや今更だよ、<laughs> 本当に、今更だと違う選手行ってもいいんじゃないと思うけど。 <laughs> ちょタイミングが違うんじゃねえかなって俺は思うけど。なるほど。<laughs> まあ、どうするんだよ、安倍と。ええー。まあ、中島翔也もいます、ね。どうすんの、それ。ええ。まあ、かなり戦力的には、その人数的には飽和状態になりますよね。そう戦力的にどうなるかわかりませんけども。えー、あ<ー> <laughs> うん。だから、それはいつも言うけど、あの、人がいればなんかみんないいように思うけど。ええー。 人なんでいつも言ってるけど、うんはい、やっぱり自分のポジションになんかそういう選手を続けてくると、やっぱモチベーションって競争ってよく言うんだけど、ね、競争ということとモチベーションを持たせることとまたちょっと違ったりするんだよな。逆に言うと前もフォワードでカ定とかそううちょっとうまくいってない時に取ればいいじゃんって話になったんだけど、はい、取ることによっていいこともあるし、取ることによって そういう選手たちがモチベーションを落とすこともあるんだよ。うんうんうん、そうです、ね、だからそこのマネジメントって補強って実はそこが難しくて、はい、実は足し算じゃないよっていつも言ってるでしょ。えええ。みんな当たり前だけどさサポーターはさみんな足し算だと思ってたけどこの選手にこれ足したらすごいよねって思うんだけど、はい、実はそれプラス要素だけじゃなくてマイナス要素も一緒に持ってくんだよな。うん、でいった選手たちが全部プラスでなくなってマイナスの要素になったりすることもあるから。はい だから、組織って難しいし、面白いんだけど、逆のこともあるからね。うんえー、だから、そこの部分の補強に関して言うと、単純に言うと、やっぱ俺は野心を持って選手を連れてくるべきだと思うよ。なんかもう、<ー>なんていうのまあ、残り、なんかここでなんかやればいいやみたいな、っていうのは、ちょっとクラブが野心持ってって言ってる割には、野心持ってる人連れてきてないよねっていう。 ところに俺はちょっと違和感を感じるんだけど、野心俺、俺の持ってる野心とちょっと定義が違うのかなって思っちゃうんだけどさ、やっぱ活力って、チームの中での活力ってその野心だったりするわけだな。野心っていうのは成功を収めてないから、そういう選手をたくさん置く。だから若い選手の方が野心があるっていう言い方するんだけど、年齢が上の人は安定感をチームにもたらすし、若い選手は野心持ってるから、まあよく言うけど、 車で言うと、ブレーキとアクセルって言い方するけど、えー、若い人はどんどんアクセル踏むから、うん、でも若い人ばっかりだとアクセル踏みすぎて暴走してしまって事故を起こす。はい、そこでブレーキ踏むのがベテランだったりするわけだよね。うん、そのバランスが非常に重要なんだけど、えー、やっぱ野心を持って何かやっていこうとしてるのに、やっぱアクセル踏んでくれる人がいないと、はい、ブレーキ踏む人はたくさんいるじゃないって話なんだ、うん、<laughs> なるほど、なるほど。アクセル踏む人いないよっていう。 なんでアクセル踏む人連れてこないかな。あと今、日本の若い選手その、そうじて、その野心の高い選手、海外を目指したりしますよね。しかも、その海外のクラブのマ口チが今、確実に広がってしまっているので、まあ、なんて言ったんですかそのね、福田さんから見たら、え、ここのクラブに行く意味あるのってクラブでも選択できる状況になってしまっていると。まあ、そこも野心になる選手からすると夢が広がっているという意味で、そういう選択しちゃうんでしょうイトクさんね、JD クラブじゃなくて。あの選手の気持ち じゅうじゅうわかるやっぱりそのチャンスが、えー、を生かしたいっていう、えー、そ他人が何言ったってそれはチャンスだと思うし、やっぱりより高いレベルでやれると。はい、J リーグももしかしたらレベルは低いところにまずは行くかもしれないけど、それヨーロッパの窓口だったりするから、うん、ヨーロッパに行きやすい、海外と厳しい状況の中で環境を変えてやりたい。はい、で人間ってやっぱり環境を変えることで言って刺激が得られるから、 刺激がなくなると、やっぱり成長が止まってしまうこところがあるから、それやっぱ選手としては怖いから、うん、やっぱ刺激を求めて環境を変えたいっていう、でも全然それは俺は選手としては理解できることだと思うよ。はい、だからそういう風になっていく、その環境があるから、生きやすいってことはあると思うよ、それは。うん。また。そういうのはしょうがないから、はい、その中でどうやってマネジメントしていくかっていう難しい作業をしなきゃいけないってことだよな。 はい。うん、で、また、その、20歳ぐらいの選手ですと、え、例えば、ブンデスリーガーにも今、あの、福田とか、それから佐藤とか、まあ、いわゆる、えっと、ブンデスの一部クラブにいながら、えー、トップチームに入ってない選手いるんですけど、そういう選手たちがプレーできる環境もあるんですよね。その3部とか4部などで。だここは、例えば、JD クラブの E いいクラブに行ってしまうと、うん、え、まず試合出るまでに結構大変だったりするものが、え、とりあえずプレーできるっていう環境も大きいのかもしれないですね、国これ。 うんプレイできる環境というよりは、やっぱりそっちの環境でやりたいっていうだけじゃないかな。それはちょっと島崎の言ってることとちょっと俺は,はちょっと違うのは、うん、プレイできる環境を与えてるのはそっちのクラブであって、それは何で与えてるかって言ったら、はい、その取った選手を成長させたいからだよな。えー、そうですね、うん、だから成長させるためには、毎週のようにゲームある。 はい、でトレーニングはゲームのためのトレーニングだと。はいはい、でシーズンを通して戦っていくことによって、プレイヤーというのは成長するものだと。はい、いうのが前提にあるから、うん、そのプレイできる環境があるっていうか、はい、プレイできる環境がないってことはありえない。はい、この世界で。<laughs> この感覚って日本人だけなんだよ。 いいチームにトレーニングしてるから試合出れなくても成長するみたいなことをちょっと昔言われてたけど、J リーグも高校出てきて、環境がないのにプロになって何の意味があるのか俺には理解できないから、いつもよ出れるとこ移籍した方がいい、出れるとこ移籍した方がいいでしょ。れしか成長はないんだよ。トレーニングで成長するんだったらみんなスーパースターになってるわ。そこが難しいというか、J リーグの場合ね。J リーグの場合は、だから今は、 こ,ううことが理解されてきて、はい、少し遺跡がいろんなことができるようになってきてるんだよ籍で、ん。はい。だから。それは比較的遺跡ができるから、実践経験を積めるようになってきてるっていうのはいいんだけど、それはヨーロッパで言えばそれは当たり前のことだよな。うん、だその僕が感じたのは、例えばバイエルの福田は、えーと 今はね、あの、四部の、えー、リーグ出てるんですよね。そのセカンド、いわゆるバイオルのセカンドチームで。ただ、その試合で活躍した、えっ、ー、と、翌週の水曜日の、えっ、ー、と、ポカールに、えー、出場して手も決めたんですよ。つまり、その、出場、何かしらのきっかけで出場したからこそ評価もされて、トップでプレーできる可能性も高まるという意味で、若い選手からするとやっぱりや,やりがい,がいがあるのかなっていうのを思ったんですよね。特に、より。まあまあまあ、そうだね。それはそうだね。 えー、いやだからそれはもうヨーロッパに行ったらそういうチャンスがあるってことを理解してるから。はい。はい。で、それは、ね、それは逆に言うと、移籍するときにそれ言われてるわけだよ。あうんうん、はい、はい。それ条件の中で。ええー。自分の実力次第だよと。はい。自分の実力で未来っていうのは切り開いていけますよっていうことを言われてるわけだよ。はい、うん。えー、で、実際そうなわけでしょ。そういう環境なわけでしょ。はい、ええー。だ J リーグもそう言われててもさ。 J リーグでそれ言われてるのと、やっぱりバイエルンとか、メイグランドバッハとか、ブレーメンとか、そういうところで言われるのとさ、ちょっと全然違うな、選手たちは。そうなんでしょうね、それはもうそうでしょうね、それはだから、移送いうのは当然なことだと思うよ。じゃあ、J リーグをどういうふうにしていくのかっていうのは、もうずっとここ何年も大きな課題にはなってる、どん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 選手が抜かれていく、それはもうどんどん加速する、弱年化していく。はい だいい選手がちょっと1年いたら、もうすぐいなくなるっていうのはもう当たり前の中で J リーグのチームをどうやって力を維持していくのかっていうのはすごく難しい話で、それは前も言ったけど、川崎なんかまさにそんなになっちゃってるわけだよな。主力の選手がバンバン抜かれてってる中で、れはずっとコンスタントにこう勝っていくって、本当難しい話だよな。浦和だってそれには今度直面してくると思うよ、それは。ある程度選手がこう集まってくればくるほどね。 そうなってると、クラブがどうやってマネージメントしていくかっていうのは本当に試される、うん、これ簡単な話じゃないよ、えー、前も言ったけど、経験のある選手と外国籍の選手を中心にチームを作っていくっていう考え方も一つあるんだよ、それは。うんうん、残念だけどそうなる、はい、でも外国籍の,籍の選手も抜かれたりもするってこともあるから、よ、えーえー、すぎるとな、かなうん、か本当に難しいぞ、J リーグは。 で、福さんも先ほどおっしゃいましたが、えっ、ー、と、裏はね、今期はね、多くの大会戦って、過密スケジュールだと言われましたが、えー、来年はどうなのか分かんないですもんね、福さんね、おっしゃった通り、その、えー、決勝トーナメント出出できなかったら、その、楽になっち、まあ、う、ねえー。で、天皇杯はちょっと問題があって、出場停止ということになったので、えー、来年はどうやらちょっと今年に比べれば、やっぱりクラブワールドカップもね、出場予定、あ,あるのか、あずさん、これ。クラブ予定の出場予定はあるんだっけあの、 新しい演クラブワールドカップはある。ね、あるんですね。<う> <laughs> だからちょっと、はい、の予測を立てるのが福さん難しいですよね。だから千住か、そらみたいなね,ねだ。だけど、クラブワールドカップっていうのはおまけみたいなもんだろう。ええええうん。だって別にそこに勝ったり負けたりしたって別に何かがあるわけじゃないから、基本的には。はいはい、先がね。ええ。だから何かのご褒美で行けるだけのことだから、シーズン終わってから行くことだから、 うん、そこはあんまりそんなに男試合やるかも分かんないしね、1試合で終わってしまうかもしれないし、いね、ちょっとレギュレーション分からないけど、えーうん、それは大きな問題ではないと思うんだよ。はい、国内の問題と ACL の問題だよね。うん。ですね。そこだけの問題だと思うんだよね。うん、はい。だ、2002、そう、マボレス様さんおっしゃったけど、2025年の話なんだよね。これまたね、あずさややこしいんだよね。そうですね。<laughs> うん、来年の ACL の話ではないでね。<laughs> また言うとね。<laughs> うん、ACL2 っていうのも、えっ、ー、と、来年の秋から始まるリーグのこと言ってんでね。いろいろややこしいんですよ、福さん。だから、レギュレーションがいろいろ今。いやー、ね、そ俺は、俺、わかんないけど、その、えー、チャンピオン、ヨーロッパのチャンピオンズリーグもそうなんだけど、えー、この、いわゆる何年か前にプラティニが、こう、ウェハーじゃなくて、えー、っと、 ウエハー、ね、の会長になってから、はい、チャンピオンズリーグの枠を実は広げたと。はい、今まで出れないような、<で>その小さな国の国が参加するようになったと。はい、そうすると、うん、今までいたビッグクラブ、まあ、消化試合がすごく多くなると、対策、はいはい、だけど、はい、それはビッグクラブにとっては利益は実はないと。なるほど。うん、だけど、そういう、いわゆる、なかなかその、例えば、レアル・マドリードとか、その、 バルセロナとか、そういうのが自分の国に来てやること、例えばメッシュを見るとか、クリスチャン・ロナウドを自国の国のチームと見るってことはないっていう国にとっては非常にプラスになったと。そうでしょうね、うんだ。ACL に関してもそれは一緒なんだよ、今は。はい、でしょうね。うん、だと東と西に分かれてるけど、東だって、うん、申し訳ないけど、韓国と日本だけでやればいいんだよ。<laughs> まあ、その成績的に見るとまさにそうい,ういやいや、そうなんだよ。そう,そうなっちゃうんだよ。えー だけど、浦和にとってそれはメリットがありますかと、J リーグにとってはメリットがありますかっていうと、あまりメリットは実はない。うんうん、だけど、マレーシアのチームとか、タイのチームとか、そういうチームにしてみると、やっぱりメリットはあると。えー、だから、そうやってカテゴリーを、なんか、いわゆるヨロチャンピオンズリーグと、まあ、ヨーロッパリーグみたいな形を作るわけだよね。はい、J リーグのチームにとっては、いわゆるその下のカテゴリーに入ったら、 これは本当に大変な話よ。<laughs> 何もないのに、それ戦わなきゃいけないと。<laughs> 何もない。ヨーロッパリーグもそうだと思うけど、<laughs> ね、チャンピオンズリーグを目指さなきゃいけないチームが、ちょっと成績悪くてヨーロッパリーグになったら、それはもう消化試合みたいなもんだよな。かなり上のとこまでいかないと、やらないよな、真剣にな。<laughs> だから、ACL でまさにそんなになっちゃったら、どうすんのって話なんだよな。 まあこれはどう捉えるかなんですけど、僕はその今、ドイツのフランクルトに住んでるんですけど、えー、とフランクアイントラーとフランクルトが、えー、オーロッパリーグに出場した時は、この街がものすごく盛り上がったんですよね。 で、いわゆるアイドラートのサポーターは、ウラレッツのサポーターと同じに似ていて、えー、ヨーロッパ各国にアウェイにも出かけていって、まあそういう大問題も起こしたりしたんですが、まあ、そこで非常に活況だったんですよ。つまり、チャンピオンズリーグを目指せないような立場のクラブにしてみると、そのヨーロッパリーグっていうのは非常に価値のある大会であり、その地域的には非常に盛り上がるという意味で、成功しているという、えー、側面もあるんですよね。だからそういう意味で言うと、J リーグクラブにとっては確かにかなり難しい問題かもしれませんが、 マレーシアとかタイとかインドネシアのクラブにとっては、エリート2になるのかな、今回、ACL2 なのかな、そういうものが創設されるのは、もしかしたら、非常に好意的に受け取ってるのかなって思っちゃったんですけど、ね、いやだ、要は言ってることはそういうことよ、だから、えーえー、J リーグにとってどうかの話をしてるだけであって、うん、J リーグにとってどうかってなると、逆に言うと、スケジュール的にタイトになるんで、はい、あれば、えー、ここには出ない方がいいっていう話もあるよねって話なんだよ。ああ 例えばでも J リーグのえーと5位とか6位のクラブが ACL つい出れるとなると、なんかモチベーションを持つクラブはあるのかなって勝手に思ったりしたんですけど、それはどうなんですかね <laughs> それはちょっと俺にはわからないけど、それはもしかすると J リーグの方のスケジュールがタイトになって、じゃあ入れ替え戦までいっちゃいますっていうのが今の J リーグだよね <laughs>、はい。 そんなものに巻き込まれてしまったらどうするんですかって話だよな。うん、まあ、今で言うと、あの、ブンデスリーガーだと、ウニオンベルリンがまさにそういう感じになってるんですけど、チャンピオンズリーグとか、うん、通常したことによって、過度な負担になって。まあ,まあ、それで、それでヨーロッパでも、いくつもそうやってうまくいかなくなってるところもあるわけですよね。えー えー、だけど、それは今言ったように、その準備ができてないし、その規模のクラブでないのに、そうやって結果出てしまうとそうなったりもするような。そうすね。だから、それはなかなか難しい話だけど、だけど、チャンピオンズリーグに出たら、お金が入ってくるからまだいいけど、そうですね今言ったように、J リーグのクラブが、わかんないよ、ACL の下の、その、 レベルのさ、レベルというか、大会に出てさ、はい、どのぐらいのお金が入ってきて、どのぐらいのあれが収益が見込めるのか、うんはい、じゃあどのぐらいの観客がその試合に来るのか、ゲームやってね。はい。開戦相手、多分、ほとんど知らないぞ。<laughs> まあ、そうですよね。まあ、達野さんに言われた向こうにとってはいいけど、えー、こっちにとっては厳しいよな、はい、J リーグにとっては。うん 夏の30と ACL2 の優勝賞金一節には5億か6億あると言われています。確かにそうか。そうすると、そのやっぱりちょっと、ジェリーグの下のクラブにとってみたら大きな金額になるのかもしれないですね。<laughs> こういう大会に出ることのね、うん。なるほど。まだの規模がわかりませんが。えー、まあ、甲府なんか今あれでしょあずさん、あの、国立開催で、えー、盛り上がってたりするね、ルが。<laughs> そうですね、だいぶ。<laughs> まあ、特殊なね、形で、幸福は今回 ACL に出場することになったんですけど、まあそういうその特殊な形で盛り上がってるクラブもあるってことなんだね。うん、だからいろんなきっかけは福さんわかりませんが、あるクラブもあれば、えー、負担ならあるクラブだとまあまあ、まあ。だけど結局は J1 には上がれないわけじゃない。<笑><笑>えええ、幸福の場合は。だからそれをどう見るかだよな。はい,はい、はい。うん。うんね、それはもうい、要はその最後のところまでも6位以内にも入ってないわけでさ。はい。 じゃあそのレベルのチームではないのか、俺にはわか,、うん、か,からないけど、理解がさ、クラブがどこ目指してるかわからないけど、本来はやっぱり一部に上がるためにやるのにさ、うん、いや、ACL で盛り上がってますって言ったって、来季はまた2部だぜって話になっちゃう<笑><笑>まあまあそうですね。<laughs> ああ<ー>、<や>そこはだから。かそうか、うん、ですよね だからどっちの方が重いんですかって話になってくるわけだな。まあねまあ、あと ACL、えー、AC エリートの場合は今、噂だと、えー、これも田園さんが16億から17億円ぐらいの優勝賞金ということで、<ー>これーアさ大きいですよね、かなりね。こんなんで西の,西のチームはやるのモチベーション高くやる。<laughs> まあ西のクルーズは。人に200億ぐらいかけてるチームが。<laughs> そうですね。16億とか17億で頑張るの うん、ね、もうまあ、これも、まあ、ブランドとして高めたいんでしょう。あの、特に今、サウジアラビアの、あの、理事が、かなり ACL を引っ張ってるということなので、あの、多分この大会自体のブランドをどんどん高めていきたいという思いがあるんでしょうね。きっと、だからそのエリート2みたいに分けたいんでしょう、きっと。<laughs> ヨーロッパに入りたいって言ってる国がだぞ、お前。<laughs> <laughs> 言ってましたね。まあ、もう、本音と建前違うのかもしれないけどさ。<laughs> えええええ。<laughs> まあいろいろね、だからちょっと、これは日本の J リーグも、えっ、ー、と、含まれるんでね、もちろん ACL っていうのは。だからいろいろと変わっていきそうなことはもう、えーな、なんとなく。 決まってるんですよ。だから来年、再来年以降ですね。それに対して J リーがどう順応していくかということで、アキハル性の問題にも、ええー、多分、言及してるんでしょうが、アキハル性に関してはね、福さんも、これはどうなんだってよく話してますけど、あの、どこが落としどころになりそうですかこれ、やっぱり移行するのはもう、ほぼ,ほぼ、もう決まってんじゃないかな。うん。なのか。な。 最終的にはね、うん、まあ60クラブの、えー、クラブの、いわゆる、えー、意見を取りまげった上で、えー、今年に結論を出すような流れになってるんですよね、これね。もう反対してるとこはずっと反対してるんだから。ええー、え、う、え、ん。それはもう賛成には回らないんじゃないの <laughs> もちろん、もちろんそうなんですけども。いや、これも大変だから、だから、だから、だから最後のずっとここ何年もそういう論争になってきて、えー なんか、出ては消え、はい、出ては消え、やっぱりダメだってことで、シーズンは変わってなかったわけだよ。うん、はい。その理由が明確には俺にはちょっと理解できないけど、わかんないけど、えーえー、まあそれは反対があったってことは多分あるんだと思うんだよな。はい。じゃあその反対の人たちが急に賛成に回るってことはありえないよな。えー、何年もその論争してきてんだから。うん。きっとな。はい。それは変わらないと。はい。で、奥の手として ACN のスケジュールが変わりましたっていうこのを大義にしたいわけだよ。 まあまあそうですね。えー、そういうことだよな。はい、だから、それをその変えたい人たちにとっては、まあ、それは ACL っていうのが一つの大きな切り札であることは間違いないんじゃないだけど、根本的にその ACL がそうじゃないとき、うん、ACL を除外視したときには、反対のところのところはずっと反対のままなわけだよ。うん、変わってないわけだよな。はい それを ACL がそうなったからそうしますっていうような流れに多分持ってってるように、俺には感じるんで、うん、だから根本的に何も変わってないってことだな。それなのに、うん、そ,それを目的にそう変えてしまうっていうことが、果たしてそれでいいのか、うん、で、なんか、アキャワル性にすると、これがいいですと、あれがいいですとかいう話を、なんかちょこちょこしてるようだけれども、うん、そもそもなんで、 それだけ話が出てるのに変わらなかったのかの理由が全部表に出てきてないんで、うんええ、言えること言えないことがあるにしても、論争とか議論にならないんだよ、うんうん、我々が。ええー、ええ、いうじゃないかも。議論の仕様がないからはか、うん。じゃあ、じゃあ、その今までなんで反対なかった、どうしてだめだったのかっていうことが、いくつか理由はあったと思うけど、ええ、その理由を出してもらって、 じゃあ今回その理由が全部解決できたんですかっていう風になれば、議論の必要があるよね。うんえー、はい。で、それが出てこない。もしかしたら出てるのかもしれない。うん、全部が出てないのかもしれないし、言えないこともあるのかもしれない。うん。でも、それが全部解決したから、もしくは解決しないけど、こういう事情で変えてきます。うん。なのか。はい。全部解決したんで、うん。変えます。なのか。 だからそれが分からないから、議論、うん、のしょうがない、あるせいにして、うんうん、だからそこを明確に出していけば、うん、何ら問題もないし、非常にクリーンだと思うんだけど、うん、なんで今までこんなに何度も何度も出て消えてきたのっていう歴史があるのに、えー、どうしてそうなっちゃったのっていうのが、衛生 l だけの問題なのっていう話だよね。うんうん、だからそこのところもよく分からないから、そん、ね、なの余地がない。 ただ一つ言えることは、うん、この終盤に関して、盛り上がってきゃいけないときに、とびとびにゲームがあるっていうのは、うん、そうですね。これはいかがなものかなっていつも思う。ええ、最終。盛り上がらなきゃいけないのに、えーはいやいや、やっと試合やって、また、あの、インターナショナルマッチウィークですって空いて、最後にポポンってありますと。 はい、<laughs> なんだかよくかのよ、ね、わかんない。分かんなくなっちゃいますね。なのに、なのにだよ。はい、怖アな人じゃなくて、ライトの人たちにも興味を持ってもらいたいですっていうふうに言わなきゃいけないよね。うんうん、そどうやって持ってもらうんですかって話なわけだよ。こ、えーえー、のスケジュール感で。 はい、で秋春戦になったら、そういうスケール時間は比較的解消されるんだろうなっていうのは、俺はメリットだと思うんで、うん、そこの部分はいいとは思うけど、うん。なんとわかんの全然もう。<laughs> 雪国、もう圧倒的に前も言ったけど、圧倒的な雪国なんでね、はい、日本は。そうですね。はい。 ヨーロッパは残念なことに雪はあんま降らないんですよ、実は。まあ、ノルウェーですね、あと。ノルウェーが大変。圧倒的な雪国、ね。見てください。調べてください。はい、雪国の都市って言ったら、日本がもう圧倒的に多いんですよ。うん、多いですね。うん、札幌、富山、青森だったかな。はい、すごいんだよ。うん、その雪国なんだよね。はい。だから、寒いから、ヨーロッパでも寒くてもやってますよねっていう論争はちょっと違うっていうことは理解してないと、ねうん。そうですね。うん、雪は降らないです 他の国と大きな違うとこは雪がたくさん降る国ですよっていうことは理解して、えー、そこのとこはやっぱり理解して秋降る秋春秋晴春せい、うん、にすることの,、まあ、の論,論争っていうのはもう少し、うん、そはちょっは明確にしてもらいたいなと思うな。 れなんでしょうね。僕も今、ドイツに住んでるからなんですけど、ドイツも雪は降るんですよ。だけど積もんないわけですよ。積もるこの原理が日本は桁違いってことなんでしょう。うん、あの、降雪したいのはね。あの、多分他の国と同じまあまあまあ、それはあれなんだよ。うん、島崎、あれだよ。海の問題だよ。はいはい。水蒸気上げなきゃいけないから、日本海がすごくポイントになってんだよ。ええー。で、シベリアのほうから冷たい風が来るから、えー、そんで、海を渡って、はい、そして山に当たるから。 うん,うん、うん、それがヨーロッパにはないんだよ。えー、ですよね本を含んでそこまで来て山に当たることがないから、はい、日本は独特ならしいんだよな。うん,うん、ら、うん、しいですね。全然違うんだよね。寒いのは寒いんだけど、こっちはだから、寒さじゃないんだよな。あの海、はい、がポイントなんだよね。うん、えっ、ー、と、スーパーチャットをちょっと読みましょう。あっ。あはーい <laughs> えー、ライ雷蔵さん、ありがとうございます。こ、うんばんは。列が負けると、この裏剣プラスが唯一の癒 <laughs>、えー、しの場です、えー。楽しいお話ありがとうございます。癒しになってるのか,か、えー、たまにね、殺伐 <laughs> としたことにも何に対してますが、<laughs> あの、まあまあ、癒しになってると思っていただけたのは非常にありがたいんですけども、雷蔵さんね、いろいろ情報も、えー、くださってありがとうございます。あの、いつも、えー、支えていただいて、えー、支えになっておりますで。<laughs> はい、あと、含めてね。はいはい 続きまして、福さん、いつもありがとうございます。はい、はい関根、えー、ね,ね、いつ復帰できるか、気が気じゃないでしょうか。<laughs> はい、えー。続いて、藤崎美咲さんです。うん、えー、ルヴァン準決勝のホームが3万に届かず、神戸戦も4万5千人と、入場者数がちょっと寂しかったようです。うんうん、えー、ここからもう5千1万と上積みするためには、昔のようにサポーターがサポーターを呼ぶような熱気や、サポーターの期待感を高める必要があると思います。クラブが今一番やらないといけないのは何でしょうかそうなんでしょうね。なんか、神戸戦は、あの、発見前したら5万人超えたってね、言われたんですけど、実際にね、えー、訪れた方、 5万人と、かなり5000人ぐらい少なかったっていうのはちょっと驚きですね。どういうカウントになってたのかわかりませんが、5万人集めるのはちょっとなんか福さん、最近難しくっちゃっていますね、再スタ。まあ、俺の引退試合でも5万人は入ってるからな。<laughs> そうでしたね、確かに。<laughs> 確かにそうでした。まあ、えー、えーえー、5万人入ってましたね。まあ、魅力がないんじゃないか <laughs> <笑><笑>いやーな、あとね、なんでだろうね、当日ね、5万に発見されたってニュース出てたんですけどね、なんか、いや、や発見率が悪いっていうのがよくないらしいな、なんかな。うーん、なんか、ああシリーズチケットの人があんまり来ないって話も聞いたことがあるあなんか、その辺は大きな問題にはなってるみたいだけど、確かにシリーズチケだから、うん、いつも言ってんじゃん、再下やめちゃえって言ってんじゃん。 <laughs> 場所は大きすぎると。もう5万入んねえんだからさ。はい。うん、もう上閉めちゃえばいいやあれ全部。<laughs> ロア、あの、ローのところねああ。それでちょうど4万ぐらいだから。ああ、アッパーか。アッパーの方ね。閉めちゃってああっもう大きいよ。<laughs> うん、もう集めるのは無理だと思った方がいいよ。 <laughs> まあね、かといって駒場はちょっともう老朽化もあってね、あそこ、しかも2万だと今度はきついよね、ことはね、あ,のあずさんね。まあまあ、公表的にどうか分からないけど、<laughs> 2>, 2万ぐらいでいいんじゃないその ?2 万とか3万とかで。<laughs> ああ、まあ3万ぐらいちょっと。だって、これ、ルバンカップ準決勝、3万に届かずって書いてあるんだから、うん、3万ぐらいでいいんだよ、だから。まあそのぐらいが。いコンパクトで、よりまあ雰囲気もあるし。えーえー もう6万、6万のスタジアムに人集めるのは難しいよ。あ確かにねあの、普通のクラブ、まあ、いわゆるこっちのヨーロッパのクラブでも6万人を毎回集めるクラブって少ないんでね、規模的ですから。でもそうすると、はい、なんかいつでも行けるみたいな、当日券でも入れるみたいになっちゃったりすると、えー、やっぱりなかなか人行かなくなっちゃったりするし、えーうん、いろんなこと言われてるけど、場所がどうとかなんとかって言ってるけど、はい、やっぱりその、 規模が合ってないんだよ、もう。うんうん、それは、ね、それはもう圧倒的にあるさ、行った時のこのサポーターがサポーターを呼ぶって言ってるそれスタジアムの雰囲気だよね。はい、これ例えば4万のスタジアムだったら、すごく雰囲気いいと思うんだよ。そ、うんなさ、行きたいなと。早めに買わないとチケットが取れないなってなったら、それチケット買うわな。ねはいうん、だけど、やっぱり6万あって、いつでも入れると思ったら、それは天気悪かったら行かないとかさ。はい うん、ちょっと体調悪かった行かないって話になったり、はい、じゃあスタジアムの雰囲気はどうなのっつったら、うん、それは4万でもっとコンパクトな状況の中での雰囲気の方が絶対いいに決まってんだからさ。うん、ねえ。うん、まあでもその話をしたら、もうどうにも日もさっちも行かなくなっちゃうから、しょうがないけど、うんえー、でもまあ4万5千ぐらいでしょうがないと思った方がいいんじゃないもう。まあちょうどいいですよだから神戸線に関しては2人下来たら、これ6万ぐらいってたんだよ。はい、ああ、はいはい。うん 確かに。そうだったんだ。イニエスタが来た時の3年間ぐらいはさ、えー、5万以上売れて、5万何千円ってたわけだから、そこの最後の今言われて1万人とか5千人増やすのは人なんじゃねえか、はいうん、まずは人ですけどね。いや見たいっていう人、うん、それは。じゃあ誰見たいのって言った時に、みんないい,いい選手ではあるけど、人の呼べる選手がどれだけいるのかったらなかなかこう見つかんないよね。うん、うん、あー れだから、さうんだからそう、本当に見合ってる人数から言うと、6万人はちょっと目標設定が高すぎるんと、僕も思いますね。あのまあ,4番あス,タスタジアムがあってねえんだから、しょうがないえー、えーうん。それはそうかう、えー。スタジアムの雰囲気がそうなっちゃうんだからさ。えーうん、それはだから、どこのクラブも今、すごくそれはあるよね。2002年とか作った。 なんか、鹿島なんかも、スタジアム作り変えるようになって、えーえー。で、広島は3 5000円ぐらいのスタジアムの方が良かったわけでね。はい。まあ、そういう規模もあるわけでさ、ね。うん。だから、それは考えないと、やっぱもうちょっと6万集めるのは難しいかもしれないね。うん、まあ、他のクラブが今ね、続々とあずさん、スタジアムを建設していて、広島が、つい新スタジアムオープン。というか、長崎も建設していて、うん、金沢も。 できたから北九州もできた北九州って確か降格が決まってしまった。でもできた。北九州ってもうずっと前に作ったやつじゃなくてなんか改修したのかな改修したみたいなんですけど、怒ってしまってどうすんだろうみたいな話。名古屋も作るんだぞ。名古屋も。名古屋もですか。ああ、みずほだけど、サッカー場じゃないけど、みずほに作るから、もっと場所がよくなるよね。なるほど。もっとコンパクトなスタジアムになるみたいだけど。 うん、です。まあ、そういう、そのサッカー専用スタジアムを作るクラブがちょっと増えてるのは、ちょっと注目の一つかもしれませんね。あの、裏とは別の意味でね。うん、まあ、あとは立地だよ、立地。ええー、規模が。まあ、圧倒的に、まあ、日本の場合はそれも圧倒的にその通りだと思う、立地だと思う。うん、ですね。野球場とサッカー場の違いはそこにあるから、うん、なかなか人が呼びづらいっていうのは、どうしても後から作ってるから、はい、サッカー専用でも立地が悪いと。うん、うん で試合見に行ったけど、車出るのにもう30分も40分もかかります。えー、じゃあ,、うん、あ、なかなか行かないし。そうですね。やっぱり代表戦だって国立でやった方がいいわけだよね。あっという間に履けるからね。はい。つ、はいうん、も八つも駅があるわけだからさ、地方8本にこう人が散ってってあっという間にね、うん、履けていくけど、えーうん、いや、スパイスタつの駅しかありませんってなったら、そりゃ6万申し入ったら大変よ。 <laughs> <laughs> うれサッカースタジアムの問題はね、日本に限らず、世界的にもやっぱりあれなんですよ、問題はあるんですよ。そのいわゆるその街中にあるっていう観念は、イングランドしか僕はないと思ってて、例えばスペインなんかでもバルセロナとか、とんでもないところにありますからね、街中から。あのすごい遠いところにあって、えー、実はアクセスは悪いところばっかりになるよ、ドイツもそう。 あの、バイエルンのスタジアムも街中から40分くらい地下鉄乗らなきゃいけないし、ね、ドロトルームーンとはちょっと近いけど、あのシャルケなんかトラムでもう30分以上乗らなきゃいけないと。だつまり、かなりみんな引地にあるんだけど、それでも来てくれるからありがたい。<laughs> ということで。あの、いろいろ悩ましい分でしょう。サッカーをこう経営するっていう面では、あの、プロスポーツもね。<ー> だ野球なんか僕だから福さん逆に世界的に見てもちょっと軽楽だと思うんですよああいうこうど真ん中都市のど真ん中にスタジアムがあるってすごいですよねやっぱ日本の野球文化ってうん野球が中心なんだろうなやっぱな <laughs>、ね、あんなとこにスタジアムをね作るなんてみたいなまあまあもう一つ言えることはやっぱ試合数が多いから興行も多いし、ね、そこだけお金を埋めるってこともあるだろうし、うん、サッカーの場合はもう限られたあ,あ,あの 利用ししかかないからさう、えー、に関して言うとサッカー以外使ってないわけで、うん、ああ本当に大変なことだと思うよネーミグライツもしてないしさ、はい、本当今後どうしていくのかちょっとわかんないけどさ、えー、いや本当に大変だとも維持していくのも大変だしさあんな大きいものね、うん、大きいもの作るとやっぱ維持管理にお金がかかるし小さ、ね、ければそれだけお金はかからないし、うんはい だから、そこはやっぱ街にあった、やっぱり大きさのやつを作んなきゃいけないと思うけどさ、うん、最初の場合もしょうがないな、あれと付き合っていくしかないから、うん、言われたように6万人集めるためにどうするかっていうことやっぱ考えなきゃいけないと思うよ。うんはい、でももうやるべきことは全部やってるんじゃないやり尽くしたんじゃない、うんうん、でも、それでもこの結果だから、えー、もうと思うよ、俺は。本当にやるべきことはやってると思うよ。うん、まあ相当、日本のその、 クラブの人たちは相当いろんなことを試行錯誤手を返しなおかい,いろんなことやってるけど、はい、もうどうにもならないよね。うん、ってことはこれが限界なんだと思うよ。うんうん、ここまで中で1万とか5千人とか増やしていくことはちょっと難しいだろうから、はい得らないようにしていくことやっぱ考えなきゃいけないのかもしれないな、もうな。うん またね、この地下鉄の延伸の問題もね、大道さんね、僕もね、ずっと最初に関してはもう,もうちょっと伸ばせばいいのになと思ってたんです。でもドイツに来てみたらね、ドイツのスタジアムもほとんど遠いところなんですよ、福さん。あの、例えばさっき言ったバイアンも、あの、最初と全く同じような感じですよ。地下鉄の駅から歩くのに。15、六6分かかりますよ、これ。 あのー、他のスタジアムも掃除ってそうで、あれもしかしたら草だから動線の問題なんですね。あのー、スタジアムの真横に作っちゃうと、詰まっちゃって、いつまでたっても電車乗れない、えー、現象になると、その人の大量の俺,俺はそれを聞いたけどね、歩か、えー、したないと、やっぱり6万に当てるのにちょっと危険だっていうこともあったけど、えー、っていう,う聞いたんだけど、ある人に聞いたらそんなことはねえって話もあるし、事実のことはわからないけど、うん、一応。 俺今、第4グラウンド、人工芝のところでやってるけど、一応その駅がこう、線路が入ってくるような土地っていうのは実は確保されてるんだよ、実はね。はいはい。だけど伸びないな。ああ、難しい。いろんなことが出てるけど、じゃあ伸びたからどうにかなるのかっていうと、そういう話でもちょっとないような気がするんだよな。なんかそこに全部持ってってるけど、はい。本当にそれだけかなっていう、それにそれでやっぱり。 えー、それだけではない気はするんだよな。えーなね、そ,そもそも論として、6万人集めるのが難しい。うんうん、そもそもがねその、延伸しても、うんその、また別の問題が解消されない限り。そもそも論として、やっぱり人口も減ってきてるし、うんうん、もう高,高齢化社会であることは、ま、間違いないから、若い人どんどん減ってきてるからね。うんうん、その、サッカーだけを考えないで、もう日本のその社会情勢を考えたときには、 圧倒的にそういうい状況なんでね、はいうん、でこれから人、人口減っていくわけだよ。どんどん減っていってる。うん、ものすごい勢いで減っていってるわけだよね、えー。どこ減ってるかというと、若い世代が減っていってるわけだよ。うん、そうですね <laughs> でその中で人を集めなきゃいけない、うんで。日本はいろんな娯楽がある、いろんなスポーツがある。その中でどうやって集めていくかっていうのは、本当に大変な作業だと思うよ。うなことは これねあとだから例えば国立競技場なんかあんま問題にならないんですけどあの駅がいくつもあるってやっぱ大きいよねその一つの駅じゃないっていうのがね。そのいや面白そうそだ うん、だそういう構造的なものもいろいろあるんだよね。その、厳密にどのスタジアムもそうなればっていうのはなかなか難しいのかもしれませんね。<laughs> 特に最初の場合ね、一つの駅しか使えない上に、あの、えー、なんだっけ、なんとか鉄道、埼玉高速鉄道ですか。なかなか難しいアクセスですもんね。でもまあ、島崎の話じゃないけど、町田も俺行ったことないけど、聞いた話だと、町田も大変らしいぞ。道でしかないから。<laughs> う,んうん。もう何で大変だし。 まあ俺たち解説で行くと、はい、鹿島なんかもう最悪だってよく言うんだけど、はいはい、インター乗るまでに1時間ぐらいかかるってよく言うんだけどさ、<ー>それは最下だって出た後にもう家帰るまであんな近いのに相当時間かかるわけだよ。そうですね。うん、俺は車で行ってると車での問題もあるけど、 電車で行ってるって電車の問題もあるけどな。はい。はい。環境線サイスで行った人はもう二度と行きたくないっていう人いるから。<laughs> よくね、そう、そういう話、うん、されますよね。うん、だまあまあ、でもそれはもうどうにもならない話だから。ええー。でもそれをもしかすると、島崎にいるドイツでは、もうそれも、それすら楽しんでるところもあるかもしれないけど、まあ、そうかも。うん、日本の人たちはやっぱそれは嫌がるような。はい。文化の違いもあるからさ。ええー。うん。そこのところは本当に難しいけど、それは、もしかすると最下に、 4万のスタジアムは問題なかったかもしれないよな。うん。6万人だったらもっと大変なことになるから、ねうん。そう、確かに。それもそうかもしれない。うん。で、もっと維持,維持管理にお金もかからない。えー、ええー。警備のお金がかからない。うん、はい。うん。で、もスタジアムの雰囲気もっと良くなる。はい。で、いや、4万人だったらどうにか頑張れば集まる。ええー。うん。でも今6万一生懸命集めようとしてるけど、どんなにやっても集まらない。 何意味してるかって,ってやってる人たちのモチベーションが上がらない。いくら努力しても結果が出ないから。うん、ももう無理だって諦めるしかないよな。はいうん、でも4万だったらどうにかったら集まるかもしれないよな。<laughs> そうです、ね。頑張りよくあるわけだよ。れは、えー、指導でも一緒でさ、頑張ったらどうにかるところに目標をけってよく言うんだけどさ、はい、頑張っても無理なところに今目標が設定があるから。うん これは働いてる人たちは相当厳しいと思うよ。ですね。まあいろんなね、もう世界的にそのいろいろとあのー、シチュエーションが違うんでね、一概になんかあのー、だから日本はみたいなことはなかなか評価できないと思いますね。<laughs> まあ、まあ、もっと言うと、福山、ブンデスリーガルクラブ、あのー、どのクラブもほとんどシーズンチケットの9割方その地域に住んでいる人なんでね、あのーあ、スタジアムまで1時間かけて行くって人がほとんどいないわけですよ。歩いて行っちゃったり、電車であの、車で、じゃない、車じゃない、自転車か、自転車で行ったりする となんか大変なんでね、あのまた全然問題が違うんでしょうね、きね、これね。日本が抱えてる問題が、ね。まあ,まあまあ、だ日本っていう括りだけじゃなくて、やっぱり地域によっても違うだろうしさ。それはさ、はいうん、まあ、それは、ね、埼玉市はどんどん人口増えてる珍しい。日本の中でも、場所だけど。ね、ってことは、逆に、ずっと、この埼玉に住んでなかった人たちが、来てる。っていうことだからな。はい、はい、そうです、ね。個人対象の愛着っていうのは、薄いかもしれないよな、逆に言ったら。うん また埼玉って規模が広いですしね。あの、他の世界の地域の規模と比べたら <laughs>。まあ、埼玉市になっちゃったからな。はい <laughs>、うん。はい。あと、二つぐらいスーパーチャット来てますか。は<あ>、えー、い。 ええー、そうしましたら、V1 さんありがとうございます。夏は人殺しレベルの高温多湿、<laughs> 冬は地域によっては人が死ぬレベルの積雪、<laughs> そもそも国スポーツどころか人が住むのに向いてない地域なんですよね。日本,日本ああ、もう、もはやそういう気候になってしまったということなんでしょうか。あの、いろいろ変わってしまっているのかもしれません。うん、おっしゃる通り。野外スポーツやりなら大変な国なんですね、これ。福さん。<laughs> もしかしたら。まあ、ちょっと、ちょっと厳しいかもしれないな。これからやっぱり夏は相当暑くなるみたいだから、 こ、えー、のところの対策っていうのは本当に考えていかないといけない、あの健康被害を受けてしまうから、命に危険を及ぼしてしまうんでね、はい、今年もやっぱりなんか、はい、年齢上の人たちの大会で、ちょっと亡くなっちゃった人がいるらしいんだよ、<ー>そこでサッカーやっててね、だからサッカー協会の方からかなりこう通達が埼玉のほうに来たらしいんだけど、どそれによってやっぱ夏場、やっぱりある年齢になると、どうしてもその暑い時間しか、スタジ、うんあの 場所を取れないところは、そこの時間にやらなきゃいけなかったりするんだけど、などかなりそういう部分で、試合、うん、がなくなっちゃったり、大会がなくなったりっていうこともあったみたいだからさ、なるほどかなり難しい、夏は本当にスポーツやっちゃいけない時期には来てるのかなっていうのは思うけどね、うん、冬はまだできるかなと、うん、やりようによっては、場所によっては。はい、日本海側はちょっと厳しいかもしれないけど、ちょっとこっちの山越えて、太平洋側にどうにか来てもらってさ、うん、試合を、 そこでアウェイの試合がちょっと続くかもしれないけど、ね、そっち側でやるような方策をちょっと考えながら、やっていかないとちょっといけないかもしれない。そういう意味じゃ、明けあるせいにするっていうのは妥当な選択なのかもしれないね。そうですね。まあいろいろ皆さんね、いっぱいいっぱい意見もいただいたりして、あともう一つ、えー、チャットいきましょうか、スーパーチャットね。はい、こ、え、こ、ー、ネ,ココネコロガールさん、ありがとうございます。はい。私、個人的には原口元気が今の裏に必要な熱量だと思ってますが、<laughs> 福田さんはどう思いますか 浜 <laughs>、うん、口が今どういう状態か俺分からないからさ、何度も言えないけどさ、<laughs> <ねえ> <laughs> 熱量、熱量、うん、熱量ね。うん、どうなんだろう熱量が欠けてると思ってるのかなそうね、今の裏側にね、そういうものか。浜、うん、口のようなというよりは、<え>熱量に欠けてるというふうに思われてるんだろうな。そこはやっぱり、うん、真摯に受け止めなきゃいけないのかもしれないな。 そうですね、そういう、うんうん、まあ感覚的なものでね、やっぱりそういう感覚的なものも非常に大事なんでね、そう思われている方もいるっていうのは、非常に重要な思想かもしれないですね。いやしかすると、うん、そのスタジアムの熱量も、充電、えー、してるのかもしれないな。えー、で、やってる選手たちの熱量がスタジアムにつながって、相乗、えー、効果でまた熱量が上がるってこともあるし、うんはい、スタジアムはいろいろな問題があってさ、うん、私のようにはちょっと、こうなんてるの 俺いつも言うけど、その熱量って危険をはらんでるとやっぱ熱量って上がると思うんだよ。<laughs> まあ、ある意味ね。えー、物事ってそうなんだよ。神一重な部分っていうのがやっぱりこうドキドキ感だったりハラハラ感っていうのを生むんだよな。やっぱ管理されなければいけないような状況に今なってしまってる。そういう状況を作り上げてしまった歴史が。こういう部分で熱量を少し落とさなければいけなくなってる。うん、それはもしかすると、 ちょっと熱量がないよねって思ってしまってるのもあるのかもしれないね、うん、そうスタジアムにいる選手たちを見て熱量を感じるんじゃなくて、うん、スタジアム全体から出てくる熱量をが落ちてるんでどうも熱量がないっていう,うに感じてるのかもしれないし、うん、なるほど何、うん、とも言えない想像、えー、効果もあるから。うん ね、ちょっといろいろな、まあ、課題、え、問題点などがあって、ね、皆さんもね、あの、このシーズンが終わる時期ですので、いろいろな思いを抱いている方多いでしょう。うん。いずれにしてもね、えっと、まだシーズンは終わってませんし、え、来季も、え、ちょっとまだね、日程はまだ出てませんが、また、え、新しいシーズンがやってくるということで、え、引き続き、この裏県プラスでは、え、このライブもね、え、毎週発信していきますし、え、福さんにもね、月1回、 今出てもらってますが、今後もね、いろんな意見を言っていただきたいと思います。福さん、これ、それでは、この後またいつものように、会員版に移らさせていただきますので、一旦休憩してもらいまして、皆さん、会員版の方は、えっと、裏ゲンプラスのホームページに行っていただいて、そちらの、本日の動画の告知ページがありますので、そちらに行っていただけると、 こちらですね。こちら今、福さんが映ってますが、この下の方にスクロールしていただけると、会員版の動画ページがありますので、そちらからご閲覧ください。ちょっと休憩を挟みまして、今ちょっと日本時間の10時15分ですか、ちょっと5、6分休憩してすぐに始めたいと思いますので、もし見たい方、会員登録していただければ、こちら見ることできますので、ぜひよろしくお願いします。えっと、 大丈夫かな安住さんも読みましたね、全部ね。あ、はい、大丈夫です。はい。それでは皆さん、えっ、ー、と、またまた会員版でお会いしましょう。えー、それからこちらでは、えー、来週また月曜日お会いしましょう。えー、それでは、えー、また、えー、会員版、ちょっとお待ちください。ふさん、じゃあ一旦ここで一回締めたいと思います。<お>ありがとうございました。は